今後も開発を進め、来年秋には 4K 対応の製品版もリリース予定です。ご期待ください。さて、ここまでご紹介してきました開発を進めることで、今後 4K 発行に対応する場合は特に4K に対応する場合は Thank you.